にちは、アメスマ社長のキロです。今回もですね、ゲストにですね、会計士の翔太郎さんにお越しいただいてます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカで会計士をやっている福田翔太郎と申します。これ、キロさんの個人のチャンネルですけど、アメスマさんの方ではメルマガの記事とか書かせていただいていて、まあ、日々アメリカの会計税務に関しての、まあ、情報発信などをしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回なんですけれども、僕ちょっとね、ずっと気になってたことがあるんですよ。日本とアメリカで会社経営をしてる中で、通勤手当ってどうなってますかみたいな問題があるかなと思って、はい、僕、まあ最初は新卒で日本の会社働いてて、そこで通勤手当、まあ、もらってたりとか、まあやり方だったりっていうのがあった中で、アメリカ来た時に、あれ結構なんか勝手違うなって思ってたんですよね。そうですね。そうですね。なんで今日は日本とアメリカの通勤手当の間違いだったりとか、交通費精算、ちょっとやり方、アメリカ、日本と違う部分もあるかなと思って、なんでこの辺について解説していければなというふうに思っております、はい、まず最初になんですけども、日本の通勤手当、これってそもそもなんかどういう取り決めになってるというか、どういう感じなんでしたっけ。日本の通勤手当は基本的には非課税の支給ができますと、まあ、上限はもちろんあるんですけども、はいはい、大体月15万ぐらい、月15万ぐらいの非課税の通勤手当ってほとんどの人が大丈夫だと思いますね。15万をもらえるんですか。日本は なので多分世界的に見てもものすごく非課税の通勤手当に関してはとても緩くて、はいはい、新幹線通勤とかももちろん会社では許されてたりとかして、それも全額支給されたりとかっていうのも一部の会社ではあるみたいなので、そういったところでは多分世界的に見てもかなり緩いんじゃないかなと。なので日本の通勤手当はもらえるだけもらえっていうのは変ですけど、会社側ももらう側も非課税でもらえるってことなので、まあすごく税制的には優遇されてるんじゃないかなとは思いますね。いきなり動画始まって脱線するのも恐縮なんですけど、例えば航空会社とかでなんかサブスクサービス出しましたみたいなのあるじゃないですか。ああいうサブスクサービスで月15万円もギリギリいっぱいのところで、それ使いたいって言って会社が OK したら、もう東京の会社に出勤するのに北海道から毎朝出勤しますみたいなのも行けちゃったりするまあそうですね、あれ原則可能だと思いますね。すごいですよね。なかなかね、世界的に見ても多分15万で設定してる国ってなったらそんな多くないと思うので、狭い国で東京とか大阪とか、いわゆる都市部では基本的には電車通勤が当たり前で、まあ一部地方だとね、車で通勤される方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、日本って交通費が比較的高いんじゃないかなと。アメリカとかヨーロッパの地下鉄と比べても日本の交通費で結構高く設定されてるなっていう印象はあるので、もしかしたら相場比較してみるとちょっと多いかなって気もしますけど、正しい設定なのかなっていう気もしますよね。一方アメリカって通勤手当ってどういう風になってるんですか。そうですね、アメリカは基本的には通勤手当ないと、原則ないと思っていただくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。これが結構日本とアメリカの大きな違いで、よく日本の会社がアメリカに行ってですね、日本と同じように通勤手当をそのまま支給してる会社っていうのも結構見られるんですね。もちろん小さな会社でもそうですし、結構大きな会社でもそれを知らずにやっていて、これまずいよねっていう会社も実は結構あったりするんですよね。例えば東京にオフィスある会社がある社員 A さんが1万円を毎月交通費で使ってるということで、自宅から、ね、会社の出勤で使ってますって言って、でアメリカに例えば、まあ、ニューヨークとか LA とかサンフランシスコとか公共交通機関がちゃんと発達してるところに行って、まあ、同じように日本で使ってる分ぐらい、仮に100ドル支給したとするじゃないですか、はい、そうなった時って、まあ、日本は非課税ってことですね、アメリカってこれどうなるんですか。この支給の仕方がとても重要なんですけど、もし仮に100ドルをそのまま支給してしまった場合、給与と一緒に振り込んでしまうとか、はい、そういった場合って基本的には課税所得になってしまうので、これはとても注意が必要ですね、はいはい、日本とは大きな違いかなと思います。アメリカで正しく交通費を支給していくためにはどういうことを企業がしてたらいいですか。まず一つ一番大事なのが現物支給って呼ばれるものです。現金をそのまま従業員に渡すっていう方法ではなくて、電車が発達してるニューヨークとかボストンとかだと分かりやすいんですけど、コミューターチェックとかトランジットチェックとかって言われる交通費専用のプリペイドカード、ないしはなんかデビットカードみたいなのが、はい、とかチケットをそのまま現物を従業員に支給する方法だと非課税になります。なので現金をそのまま渡すので、いくらかかりましたこれくださいっていう方法ではなくて、はい、あくまでも交通機関でしか使えないものを使って従業員に支給する、これが正しく通勤手当を従業員に渡す方法になりますね、はいはい、ニューヨークとか LA とかサンフランシスコだとそれでもいけるんじゃないかなって思ったんですけど、僕が住んでるテキサス州のダラスみたいな田舎みたいなところだと、普通に考えてバスとか電車はちょっと無理ですけど、車になるじゃないですか、はい、その時はどういう風な形で交通費って支給されるんですか。そうですね、車通勤の方っていうのは非課税の交通費っていうのが支給ができないです。なので基本的にも車で通勤されてる方っていうのは交通費の支給がないものと思ってもらうのが一番いいかなと思います、さっきの例で言うと日本の会社で勤めててアメリカでテキサスにちょっと赴任することになりましたってなったら、
あくまで交通費はまあもらえなくて、その代わり給与所得を上げてとか調整を入れて交通費見合いみたいな感じでやるってことですか？そうですね。一般のいわゆるアメリカの企業の場合は大体そういうふうな形になってます、うん、例えばなんですけど、まあ、駐在の方とかはカンパニーカーと呼ばれるいわゆる日本でいう社用車をまあ支給されて、それを利用して通勤するという形になりますね、はい、駐在の方って基本的にはもう手取りが決まっていて、はい、カンパニーカーとかも例えばガソリン代とかも、うん、でも会社支給だったりするので、はい、まあ、それはもう全部課税所得として見なさなきゃいけないと、はい、なので基本的にはもう給与以外でもらうもの、家賃もそうですし、うん、通勤に使う車をもし会社が支給している場合とか、ガソリン代もそうですね、うん、そういうのも全部課税所得になってしまうので、はい、まあ、これが日本とアメリカで、ね、大きな違いなのかなとは思いますね。そうなるとなんか結構その駐在の会社さんとかが手取り保証とかってあったりすると思うんですけど、はい、結局その家賃とかも会社負担だったりとかして、うんうん、会計とか人事の人の給与計算とか結構複雑なのかなって今想像しちゃったんですけど。そうですね、アメリカの税務上ですね、はいはい、個人で払わなきゃいけないものを会社が負担している場合、うん、車家賃に限らず、はい、場合によっては家の光熱費とかも会社が負担してたりしますし、子どもの教育費とかよくあるのは医療費とかもそうですね、そういったものはもう基本的には全て課税所得になってしまうので、はい、駐在員にかかるコストっていうのは見た目以上にもっとあるんじゃないかなと思いますね、はい、そうですよね。だって普通の、ね、給与以外にもその分があって、で実際その払ってる分、例えば家賃が2000ドルあったとしても、うんうんうん、会社から出すお金って2000ドル分を従業員が給与としてもらう前提だから、会社のコストとしてはもうちょっと税金分も上乗せして、そうです、ね、だから2500ドルとか払ってるんですよね。そうですね、お腹痛くなってますね。駐在員として送り出してる会社っていうのはまあそれなりに資金があって、はい、ちゃんと日本でうまくいってる企業なんだなっていうのがまあなんとなく分かるんじゃないかなと思いますね。私の会社でも駐在員ぐらいちゃんとね、それに当てが充実できるようにしたらいいなっていうふうに思ったんですけど、はいはい、結構難しいですね。交通費ってなかなか通勤手当っていうのがアメリカではまあ一般的じゃないっていう話だったと思うんです、うんうん、車でお客さんのとこ行ったりとかいろんなとこ行くときに交通費の精算とかってあるじゃないですか、うん、日本だとよくなんかシステムが入ってて、何々駅から何々駅まで行ったみたいな情報をポチポチ入れていくと料金が出て、うん、まとめて精算とかできるじゃないですか、うんうんうん、アメリカって車だしどうやってやってるのかなみんなっていうのがあるんですか？そうですね、これまあ会社にももちろんよるんですけど、うん、まあ、今交通費が非課税か課税かっていうお話だったと思うんですけど、はいはい、通勤って自宅から会社までのこと言いますよね、はい、でこれってプライベートユースといわれる使用目的に入ってしまうんですね。そうなんですか。なので、うん、自宅とオフィスの往復っていうのは基本的にビジネス経費にはならないので、うん、通勤手当って課税所得になっちゃいますよっていう話なんですね。なるほど。一方で会社から例えばお客さんのとこまで車で行きましたと、はい、でこの場合って完全にビジネス目的のいわゆる交通費ですよね、はいはい、そこにかかったガソリン代とか高速代を使ったとしたら、それは基本的にはビジネス経費になります。それはちょっと面倒くさいんですけど、高速代がいくらかかりました、でガソリン代は距離を調べてだいたいこのぐらいのガソリン代になりますね、正確ではなくてもいいんですけど、ある程度リーズナブルな範囲、いわゆる合理的な計算に基づいてきちんといくらかかりましたっていうのを出して、それを会社で精算するっていうのが、まあ、一般的な交通費の精算になりますかね、例えば従業員がオフィス行かずに直行でお客さんのとこ行くみたいなシチュエーションはどうなんですか？それも基本的には問題なくビジネス経費にはなります。なのであくまでも通勤と呼ばれているものです。オフィスと自宅の往復、これに関しては一切交通費として認められず通勤になってしまうので、アメリカでいうと課税ですね。日本だと非課税、非課税と。自宅からオフィスまで行くの使用っていうか、普通にそれ仕事じゃん、仕事じゃんで、そう、仕事じゃんって思うんですけど、これはあくまでもプライベートユースっていう形になってしまうので、結構注意が必要かなと思いますね。なるほどね。アメリカでまあ会社を起こしてっていう人がどれだけいるのか分かんないですけど、はい、この辺正しくちゃんとやっとかないと、後々 IRS かどっかは分かりませんが、これあれ、これ交通費っていうか通勤手当出してるけど、あなたたち税金払ってないよねみたいな感じになっちゃうんですね。あります。まあもし仮に税金払ってなかったとすると、源泉徴収義務違反っていう風な違反になってしまうので、正しく給与から源泉してなかったりとか、まあ、それに関わる給与税、ペイロールタックスって言われてるものですね、はい、を払ってなかったりとかっていう風な違反になってしまうので、ここはかなり注意が必要かなと思いますね。翔太郎さんがこう今まで見てきた会社の中で、通勤手当とか交通費関連で何か指摘されたことっていうのはあるんですか？ありますね。特に、まあ、交通費もそうですし、ほぼ課税所得として見なされてしまうんですね。通勤費もしかり、
カンパニーカーもしかり、あと家賃とかもしかり、会社が一つでも気をつけていればあれもこれも課税所得かなってだんだん気づいていくんですけど、一切知らない会社とか実はたまにあるんですよ。全部そのまま非課税所得として家賃も払っちゃってたりとか、あれあるあるですね。あるあるですね。最初に会社作ってなんか家をなんか自宅兼オフィスにしてオフィスに使ってるから全部経営いけるでしょう。そうです、そう、もうおっしゃる通りそういう会社がやっぱたまにあって、それで指摘受けたことが、まあ、過去に何個かあったので、それは注意が必要かなと思いますね。その辺日本は割となんか経費でなんかいけちゃったりとか古い部分があったりするので、日米の違いってそうですね、そうですね、割と会社やり始めて最初の方に気づいたようなところかなという印象ですね、うんうん、そうです、ありました、ありがとうございます。今回はですね、翔太郎さんに日米のですね通勤手当の考え方の違いだったりとか、はい、交通費関連のことでお話しいただきましたけれども、この他にもですね、まあ、アメリカで仕事をしてたりとか、まあ、会社をやってたりする中で、まあ、税金とかお金の話って結構必要になるので、その辺の話を、まあ、翔太郎さんにもご参加いただいて、今いろいろしております。過去動画でもね、いろんな動画紹介してますので、はい、ぜひご覧いただければなというふうに思います。チャンネル登録もですね、ぜひお願いできればなというふうに思っております。また皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。